ドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボートは中国に由来する幅が狭くて非常に長い船、流襲あるいは流船とも言う、流襲競争などの祭りやスポーツに使われるもの、大抵龍の頭と尾で装飾され大きな太鼓が乗せられる。単語説中国も参照ドラゴンボートには中国の戦国時代の詩人、政治家である屈原にまつわる伝承がある。中国や日本では 屈原が、こちら港に取水自殺した、旧暦5月5日の単語説に、漁民が屈原を助けようとドラゴンボートを使ったという、伝承にちなみ、伝統的な競争行事が行われている。また、近代的なスポーツとしても体系化されている。日本の長崎などでは、ペイロンと呼ばれている。また、沖縄では、波流戦に由来する、ハーリーブに、ハーレーと呼ばれている。 ドイツシュレースビヒホルシュタイン州、フリードリヒシュタットでのドラゴンボート現代の標準的なドラゴンボートの乗員は22名前後で、総主20名が隊員になって選手に向かって座り、太鼓で1名がヘサキで後ろ向き、舵取り1名が船尾に立つ。総主が18名の場合も多い。実際には、ドラゴンボートは長さや乗員は様々あり、総主10名から50名の場合もある。 太鼓手大鼓手は、ドラゴンボートの心臓の響きの担当と考えられ、レース中上院のこぐタイミングや速さをコントロールする。ジェスチャーや声でコマンドを発する場合もある。奏手のペース維持のためかけ声で葉っぱをかけたりする。競争の場合太鼓手は必須だが、練習の際は、舵取りが代理をする場合もある。奏手奏手は前向きに座り、特有の回を使用する。奏手のリーダーは、ペーサーと呼ばれ、 チームのペースを管理する。装主が全員タイミングを合わせることが重要で、それぞれの装主は斜め前の装主に合わせることで、タイミングを保つ。最前列の装主は二人で合わせる。これにより濃くペースにバランスが生まれ、エネルギーが船を前進させることに集中する。船の方向は、舵取りに任せ、装主は前進に集中する。舵取り舵取りは、ダッシュとも呼ばれ、前備で、 ドラゴンボートの進路をコントロールする。レース中、太鼓手と合わせ、コマンドを発したりする。舵棒の動きと船の進路は逆であり、舵棒を右に引くと、船は左を向き、左に押すと、船は右に向く。舵取りは常に、手のリーダーであり、レース中も太鼓手よりも権限があり、安全に関しても責任がある。国際レベルでの近代スポーツとしてのドラゴンボートは、 国際ドラゴンボート連盟で運営される。国際ドラゴンボート連盟は、ゲイソフに加盟しており、ドラゴンボートは、連盟組織で取材される競技スポーツと、伝統的な祭りとして、世界中で様々なルールやスタイルで行われている、祭典行事の2種類と規定している。中国、湖北省偽省近辺で1 0 0トルにわたって、洋ス港で行われる、三橋ダムラリーや、 5 0トルのオーストラリアのオード川マラソンなどの耐久レースも行われている。ドラゴンボートの発祥である中国では、ドラゴンボートとカヌーは明確に別個のスポーツとして位置づけられ、アジアオリンピック評議会、中国オリンピック委員会でもそう認められている。アジアドラゴンボート連盟は、東アジア競技大会、東南アジア競技大会にすでに含まれ、2008年から開催されている。 アジアビーチゲームズ2010年のアジア競技大会でも実施された客中参考文献ありがとうございます。